お薬のお時間です。LSD 実況パート1125、1125を始めていきたいと思います。本日は妄想 LSD、LSD をプレイする脳内妄想がどれくらいの精度か測る企画でございます。まずは目的地を決めて、その目的地を得ます。左下に50の塔って書いてありますけど、こちらですね。このスタート位置から目的地までのルートを妄想し、声に出して録音だけします。そして録音した内容が正しいかどうかを実際にプレイして確かめるという企画でございます。はい、今日はちょっと更新が遅くなってしまい申し訳ございません。やっていきたいと思います。では、まずは目的地ですね。こちら決めていきたいと思います。今日の目的地はこちら。ハッピーターン。ハッピーターンでございました。場所がですね、これ今日ね、自然界なんですね。自然界のどの辺ですかね。場所によるっちゃよるんですけど、ハッピーターン近くだったらね、逆にどうしようって感じですけど、目の前に木がありました。ここですね。寺院の下とバイオレンス街に行くまでの道の間らへんって感じでしょうか。ここね、変なとこに立ってますね。ここね、ちょっと落ちちゃうかもしれないからね、成立しない可能性がありますけど、まあまあ、それだったらやり直すまでですがね。ここからハッピータウンまでの、じゃあ、ルートを考えていきたいと思います。はい。ルートが、思いつきました。今日はね、ちょっとね、賭けが多い。ちょっとね、ランダムリンクというか、リンクする場所によっては、成立しない可能性がある。こればっかりはね、もう俺もわからない。ただ、ルート的には一応行けるという、ルートだと思います。とりあえず喋っていきましょう。それでは、ポーズを解除してください。自然界ですね。ここからバイオレンス街の方行きたいと思いますので、でかい木の方に進んでいただいて、で、右手側に、壁が見えますので、その壁越し、ごい、ごい、じゃない、壁沿いに、進んでいってください。そうすると、もう間もなくですね、目の前に、その壁と壁の間に挟まれた小道みたいなのが見えてくるので、その中に入ってまいります。入ってまいりましたら、それがね、一本道でね、結構続くので、まあこれが多分まあ20秒ないくらいで、多分バイオレンス街なんですけど、入り口の方にたどり着くのではないかなというふうに思います。ああ、そろそろですね。もうそろそろ入っていって。で、通路の方、バイオレンス街のね、入り口の通路結構ありますので、この辺も考えて、そろそろフェードに入ったというくらいにしときましょう。それから、フェードが7秒ほどありましたら、バイオレンス街です。目指すは倉庫群の倉庫の中の、道路沿いから向かって2番目の、建物に倉庫に入っていきたいと思っているところで、現在は、道路を爆走しているところかなというふうに思います。爆走していても、奇数日ですので、こちらに酔っ払いがね、倒れておりますが、そちら無視しております。先ほど言ってからおよそ20秒ほど経っていますので、そろそろ右手側に倉庫の建物が見えてきていて、曲がったら、今1個目の倉庫が目の前ぐらいにあって、で、2個目の倉庫の前くらいに現在立っていると思うくらいの感じでいいかなという感じで尺を埋めておりますが、よろしいでしょうか。はい。そしたらその倉庫の中にですね、でっかい幽霊がね、今日いるんですね。6N プラス1の日ということで、79日目ですので、6じゃないや、79を6で割った時に、13余り1ということで、6N プラス1っていうことを話していってもいいでしょうか。はい。じゃリンクしてください。もう多分大丈夫だと思う。ベラベラ喋ってる場合じゃない。あんまりこいつにね、リンクすることないんですけど、妄想 LSD 中には。はい。そしたら、長い廊下の世界におそらく着くと思います。着くと記憶しておりますが、こちらですね、長い廊下の、こう、本来パカってね、開いて、ライトとかがあるところじゃなくて、反対側の方に向かっていきます。右手側に大量の扉を、配置しているような状態です。配置はしてないですね。位置しているような状態ですね。で、ここでまあ、一番遠くても20秒ほどで多分着くので、喋っていたら、もうまあ、ついてると思うっちゃ思うんですけど、長い場合もね、あるからね。で、ここでね、さっき言ってたのが、
ここでもう容赦なく自然界に戻されるっていうパターンがあるんですね。こればっかりは俺もわからないので、もうこれ引いた場合はちょっともう頑張ってルートを戻って、なんか頑張ってどっかと合流するしかないなと思うんですけど、はい、そしたら明月荘に着きました、リンクしてもう着いた、いやわかんないね、フェードの時間も考えて、まあそろそろ着いたというふうにしましょう。そしたらですね、すぐ隣の部屋がですね、あのベッドがある日、ベッドないね。ベッドがなかった。しょうがないので、ベッドがないなら、そのまま階段を降りましょう。階段を降りて、クマちゃんがいますので、クマちゃんに、リンクしたいなというふうに思いますが、俺ね、ちょっとここ間違えたな。グースビーにベッドがあるから、誤解してしまいましたが、グースビーがベッドですね。キューブから歩いて自然界行ってハッピータウン行く予定でしたが、目の前のクマちゃんがもう行きたそうにしておりますので、こうさせてリンクしたら、おそらくフェードが開けた頃にはハッピータウンが目の前に広がっているんじゃないかなというふうに思います。わー、ベッドしくったね。ベッドがあると思っていたがないね。ない日じゃない？今日。うん。ない日だよね。あー。あ、もういいですね。はい、録音止めますね。はい、OK でーす。それでは、ちょっと失敗しましたね。いや、本当はベッドがあって、29日か30日周期くらいで、ハッピータウンに行く人、バイオレンス街に行く人、キューブに行く日が分かれてるので、そこでキューブに行く日だなと思って、キューブから本当はハッピータウンにめがけて行きたかったんですけど、それを考えてたら、おー、今日が奇数日だということをすっかり忘れておりました。はい、すいませんでした。ということで、ちょっとこの撮った音声を、ちょっと録音データを聞けるように、編集して、流しながらプレイしていきたいと思います。それでは参りましょう。録音再生していきます。それではポーズを解除してください。自然界ですね。ここからバイオレンス街の方行きたいと思いますので、でかい木の方に進んでいただいて、で、右手側に、壁が見えますので、その壁越し、壁沿いに、進んで行ってください。そうすると、もう間もなくですね、目の前に、その、壁と壁の間に挟まれた小道みたいなのが見えてくるので、その中に入ってまいります。入ってまいりましたら、それがね、ちょっと一本道でね、結構続くので、まあ、これが多分まあ、20秒ないくらいで、多分、バイオレンス街なんですけど、入り口の方にたどり着くのではないかなというふうに思います。ああ、そろそろですね。もうそろそろ入っていって。で、通路の方、バイオレンス街のね、あの入り口の通路結構ありますので、この辺も考えて、そろそろフェードに入ったというくらいにしときましょう。それから、フェードが7秒ほどありましたら、バイオレンス街です。目指すは倉庫の中の、道路沿いから向かって2番目の、建物に倉庫に入っていきたいと思っているところで、現在は、道路を爆走しているところかなというふうに思います。爆走していても、奇数日ですので、こちらにあの酔っ払いがね倒れておりますが、そちら無視しております。これね、先ほど言ってからおよそ20秒ほど経っていますので、そろそろ右手側に倉庫の建物が見えてきていて、見えてない。曲がったらまだ、今1個目の倉庫が目の前に、あー、そこでラグがあるのね。2個目の倉庫の前くらいに現在立っていると思うくらいの感じでいいかなという感じで尺を埋めておりますが、よろしいでしょうか。ダメですね。はい、そしたらその倉庫の中にですね、あのでっかい幽霊がね今日いるんですね。6N プラス1の日ということで、79日目ですので、79を6で割った時に、13余り1ということで、 6N プラス1っていうことを話していってもいいでしょうか。はい、じゃリンクしてください。おお、大丈夫だと思う。助かった。喋ってる場合じゃない。助かった。まあ、こいつにねリンクすることないんですけど、妄想 LST 中には。よし、はい。そしたら長い廊下の世界におそらく着くと思います。うん、着くと記憶しておりますが、こちらですね、長い廊下のこう本来パカって、ね、開いて、ライトとかじゃなくて反対側の方に向かっていきます。うん、右手側に大量の扉を、配置しているような状態です。配置はしてないですね。位置しているような状態ですね。で、ここでまあ一番遠くても20秒ほどで多分着くので、喋っていたらもうまあついてると
思うっちゃ思うんですけど、ついてるよ。長い場合もねあるからね。あるね。ここでね、さっき言ってたのが、ここでもう容赦なく自然界に戻されるっていうパターンがあるんですね。こればっかりは俺もわからないので、もうこれ引いた場合はちょっともう頑張ってルートを戻っ、なんか頑張ってどっかと合流するしかないなと思うんですけど、はい。そしたら明月に着きました、リンクしてもう ついた、いやわかんないね、フェードの時間も考えて、まあそろそろ着いたというふうにしましょう。そしたらですね、すぐ隣の部屋がですね、ベッドがある日ベッドないね。ないね。ベッドないね。ないね。ベッドがなかった。しょうがないので、ベッドがないなら、そのまま階段を降りましょう。階段を降りて、クマちゃんがいますので、クマちゃんに、リンクしたいなというふうに思いますが、俺ね、ちょっとここ間違えたな。グースビーにベッドがあるから、誤解してしまいましたが、グースビーがベッドですかね。キューブから歩いて自然界行ってハッピータウン行く予定でしたが、目の前のクマちゃんがもう行きたそうにしておりますので、こうさせてリンクしたら、おそらくフェードが開けた頃にはハッピータウンが目の前に広がっているんじゃないかなというふうに思います。はい、オッケー、到着しました。いやー、ちょっと一箇所だけね、ちょっとミスがありましたが、まあなんとか気づいてよかった。あの時に気づいてなかったらもうそのままキューブに行ってとか抜かしてたからね。あれ今日なくねって。よかった。あんだけ奇数日のことを入念に話しててよかった。本当は、なんか頭の中では、どうにかして、キューブの世界に行きたかったんだよね。でもそう考えたときに、あ、ベッドが今日確か30日周期だから、多分、ベッドの方行ったら、行けるなって。ベッド不在で、無人のベッドで、キューブに行けるなって思ってたら、今日、全然、奇数日だから。存在してなかったということでしたが、まあやってて気づいてよかったです。結構間があったね。あの数秒の間ちょっと聞きながら面白かったです。俺波形がそこだけ止まってんの面白かった。はい、まあ一応それ以外は大丈夫でしたね。幽霊の台が、大きい幽霊が一週間の中で今日しかいなかった日だったんで、それも使いつつ行きたいなと思ってたんで、それでしかも長廊下一応あってはいたので、記憶を取り戻すことに成功しました。忘れてたわけじゃないかもしれないけど、はいはいはい。じゃあ今日はこの観覧車を見て、ムービー見て終わりにしたいと思います。ちょっと短いですけど、すいませんが、なんか最近本当になんかね、疲れちゃってというか疲れが取れなくって、全然。本当は昨日今日とかね、どっかで撮れればよかったんですけど、午前中とかにでもね、今日のね、それがちょっとできなくて、あんまりにもだるすぎて、なんか、温泉旅行とか、ね、ドカンと疲れを癒すみたいなことすると逆に疲れるから、なんか日々のこう、継続の中で、徐々に皆さんがやっている疲れの取り方などがありましたら、コメントで教えていただけると実践したいと思います。あまりお金がかからない方が嬉しいです。はい、ということで、本日はこれにて終了とさせていただきたいと思います。いやー、まあ、ベッド気づいたのはナイスやったな。はい。では、もし、こういう類の動画がお気に召しましたら、何らかのアクションをいただけると、コメントだったり、親指を立てていただけると嬉しく思います。ね、思います。ベルとかね。ベルとかあるらしいね。うん。どうでもいいです。お疲れ様でした。お大事に。